韓国人の大半、日本製品不買運動に参加へ。韓国のリアルメーターが10日に行った世論調査の結果、現在、韓国人の48%が日本製品の不買運動を行っていることが明らかになりました。また、今後、66.8%が参加すると回答してしまっております。現在、韓国では日本企業や日本車が襲撃される 反日テロが相次いで発生しており、今後さらに状況が悪化する可能性がございます。日本政府には国民や日本企業を守るために、早急に韓国に対して危険情報を出していただくようお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました